どうもあっきゅうです。お久しぶりです。そして明けましておめでとう。オリゴ糖かなり久しぶりになっちゃって、楽しみにしててくれた方本当に申し訳ございません。ライブとかあったり忙しかったりして動画撮る余裕が本当になかったっていうのが本音なんですが、動画撮らなきゃってずっと思ってはいたんですけどね、他のこともね結構やんなきゃいけなくて、やっぱ年末ってなんだかんだ忙しいですね。体調もあんま良くなかったりしたりしたんで、新しい動画作んなきゃいけないなっていう気持ちはすごいあったんですけど、これやってたらライブとかの準備もできねえぞと思って、やっぱりなんだかんだ言ってバンドライブが主軸なんで、そっちをねおろそかにしちゃまずいと思って、そっちは一生懸命頑張りました。そのおかげでね結構ねいいライブはできたんじゃないかなと思いますが、今年もね、中散歩も頑張っていきたいと思いますが、ライブがねすでに決まってたりして、そっちも頑張らなきゃいけないと思ってるんでね、なかなか毎週1本2本上げてた時期も あったんですけどね、なかなかそうはいかないかなって感じですが、諦めたら試合終了ですよ。どんどん動画撮ってね、皆さんに見てもらおうと思いますんで、今年もよろしくお願いします。はい、そういうわけでね、新年一発目どんな動画撮ろうかなと思ったんですけども、最近ねやっぱりねライブガンガンやってるんで、しかもね中散歩でライダース結構紹介したと思うんですけどね、そのライダース来てライブやってるのなんで、そんなライブの写真を交えながらこんな感じでライブで来てますみたいなご紹介したいと思います。それでは中散歩スターティング。そういうわけでね、まずね秒を打つ回で紹介したこの666のねライダース、これもねライブでこの間来ました。秒じゃん自分でカスタムしたねライダースなんでね、結構思い入れがありますが、ここんとこねこうなってる、ここにねカバーがないライダースね、あんまりないんだよね、ありそうでない。こう腕まくりとかできるんでね、ライブの時とかねギター弾く時とか邪魔にならなくて、この秒派手なんでね衣装的には結構ありかな、ライブできるにはすごいいいライダースかな。ちょっとね666のやつねタイトなんで、腕が細身に作られてるんで、ここのねで僕ちょっと太っちゃったんできついですが、まあなんとかライブの時はねだいたいギター弾いてるんでこんな感じで弾いてます。はい、これも前に紹介したと思いますが、アッキューが一番お気に入りのショットのライダース613US ってやつね、これねやっぱね革がすごいいいっすね、柔らかくてもうむちゃくちゃいいっすね、なんだかんだで。これもねこれ初めてこの間ライブで来ました。すごい汗かいたから帰ってすぐ丸洗い。ショットのライダースはねすげえ頑丈なんで全然洗濯しても大丈夫です。普通にね洗濯機でねガンガン回しました。まあね乾燥機かけるとね、これもうこれサイズが34なんですけど、もうねパツパツなんでこれ以上縮んだら困るんで、乾燥機はね怖くてかけれませんでしたが洗濯はしました。でもね全然大丈夫、ツヤもねもうしっとりした感じもね全然抜けない。やっぱね頑丈っすね。ショットは T シャツ感覚でねガンガン洗えますね。ショットはねマジかっこいいっす。このライダースほんとかっこいいっすね。チャック壊れてきちゃったっていう動画前にも撮ったんだけどね、やっぱりねボンドだけじゃねもうどうにもなんなくてね断念しました。まあちょっとねショットの本店かなんかに持ってってね聞いてみようかなとは思いますがね、まあ直さなくてもってね、今ね太っちゃったからねほんと締めたら救急なんだよね、なんであんま締めないしいいかなって、とりあえずね、このまましばらく着ていこうと思います。形とかねめちゃくちゃ気に入ってるし、革もすげえいい革なんで当たりだったんでね、これからもねライブで着ていこうかなと思ってます。あの秒じゃんはねちょっと洗うのワッペンとかもついてるからね洗うのはちょっとと思ってライブの時着ようかなってこと。ピカと
ね、もう一着ね、この間ヤフオクで買いました。ライダース。それがこちらになります。はい。これもね、ショットのライダースなんですけど、ワンスターね。これね、ベンジー仕様。ブランキージェットシティってね、まあアッキューも大好きなバンドなんですけど、浅井さんモデル、浅井さんモデルね。もうせっかく買うなら、新品じゃ絶対売ってないんで、買ってみました。結構ね、さっきの US に近いのかな。ただね、この内側柄はね、悪球的にはね、別にどっちでもいいなって感じなんですけど、ショットって普通のノーマルのやつキルティングなってるんだけど、キルティングじゃないのね。まあ本当にペラペラな感じなんで、ちょっとねチャッチさはあっちの方がね重厚感はあるんだよね。あとね、革もね、まあ個体差なんだろうけど、さっきのやつの方がしっとりしてる感かながあるかな。まあこれ完全に好みだけど、アッキューはこっちのワンスターの方がいいかな。革の質がね、なんか滑らかでね、こっちの方が触り心地もいいし、ね、まあずっと着てるっていうのもあるんだろうけど、こっち前の人がねあんまり着てなかったのかなっていう感じもあるんだけど、まあこれも育てたら柔らかくなるのかな。これからね着込んでみてからエイジングも楽しんでいこうとは思っていますが、ちょっとのライダース好きとしてはね、同じものを買うよりは物珍しいものをちょっと買ってみたかったんで、買ってからそんなに経ってないんであんまり着てないんですよね。ちょっともうちょっと着てからね完全に紹介したいと思います。うん、どうなんだろうな。まだね僕の体に馴染んでないっていうのがあるんで、ちょっとがっつり着込んでからまた紹介したいと思います。最近ねライブでも着てるライダース紹介してきましたがね、次回はねこれでライブやろうかな。このライダースもねまだライブデビュー してないんでね、ライブデビューさせたいと思います。ちなみにね、アッキュー今もし新品現行で1枚ね欲しいショットのライダース見つけたんだけど、日本のねショットの代理店上野商会っていうところでショットを輸入してるんだけど、そこのね別注モデルみたいなのがあるんだけど、それのねライダースがね666のねライダース、ここ切れてるやつは切れてるじゃないですか。これみたいにそこの別注モデルは切れてるの、ここはすごい開くんで、こうライブの時とかねすごいやりやすいんでね、それかっこいいなと思って、で多分ね US モデルに形とかも近いし、もしかしたらね革の質とかもねこれに近いんじゃないかなっていう淡い期待をね持っております。36とかにして完璧なんじゃないかなっていう気がするんですけど、まあね革ジャンはね当たり外れがありますんでね、こればっかりはね何とも言えないんですよね。もしね持ってる人いたらね教えてくれたら嬉しいな。コメント欄とかにも全然書いてもらっていいんで、アッキューにね教えてほしいな、よろしくね。というわけでね、最近アッキューがライブで着てるライダース紹介したよ。でこれからもしかしたら着るかもしれないライダースも紹介したよ。はい、そういうわけでね、まあアッキューバンドマンなんでライブとかで着たり使ったりしてるもの、アッキューロック大好きなんでロックにねちなんだものをこれからも紹介していきたいと思うよ。前にね、紹介するって言ってたねエフェクター、こうアッキューのエフェクターなんだけど、これもねちゃんと紹介したいと思うよ。みんなもライダース着たらいいと思うよ。これ1枚で気分はロッケンロー。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。オリゴ糖中散歩でした。Oh.